今回から始まった新企画、週刊ザ・ムービー。1998年3月に発売されたデアゴス兄さんの週刊ザ・ムービー、こう一号ごとにある特定の1年を取り上げて、その時の映画について詳しく解説紹介してくれている雑誌です。第1号で取り上げているのは1960年、その1960年が映画業界にとってどういう1年だったのか、ちょっとこの紹介しているコメントを読んでみたいと思います。1960年は映画の都ハリウッドと映画産業にとって大きな転換期だった。世の中は目まぐるしく変貌し、映画の観客層も変化していた。テレビの登場で娯楽の王様だった映画の地位が脅かされ、また10代を中心とする若者が観客の核をなすようになっていた。大手映画会社は新しい時代に向けて観客の求める映画を模索していた。この号で紹介する映画は全て1960年に公開された作品である。いずれも転換期にふさわしく、古い伝統を受け継ぎつつ新しい試みが見られる。さあ、そんな1960年、アメリカではケネディ大統領とニクソンの初の大統領このテレビ討論会が行われた。で、日本ではカラー放送、テレビのカラー放送が本格に始まった年。そして僕個人的にどういう年かというと、大好きな大江千里さんが生まれた年、このメガネを見てる方もすでにお気づきだと思いますが、僕は大江千里さん大ファンです。1960年に公開されたサイコという映画、もうこの映画サスペンス映画のもう歴史的傑作だと言われています。この確かに現代のように CG とか構成技術、撮影機材そのものが進化している。もう恵まれた環境とは違って、もう本当にさまざまなアイデアを生み出して、創意工夫をしなければ、もう本当に作品を完成することができなかった。そういう時代に最高を生み出したっていうのはもう歴史的な事件だったのかもしれません。ただ先ほど言ったように、もう撮影技術、撮影機材が進化して、もうかなり刺激的な作品に慣れてきた僕たちからすると、このサイコを見た時にちょっとがっかりしてしまう。物語はヒロインのマリオン、マリオンが会社の金を横領して逃亡するところから始まります。逃亡先に怪しいモーテルがある。そのモーテルにはノーマン・ベイツという経営者がいる。そしてこのヒロインと経営者も自然にやり取りするんですけど、すごいのがヒロイン前半にすぐ死んじゃうんですよ。ここから先すごいミステリーというか、当時じゃ考えられなかった展開が待っています。ここからの物語はネタバレしません。ぜひご覧になっていただきたい。現在 U-NEXT Amazon プライムビデオで最高を見ることができます。見た上でこのレビューに戻ってきてもらえると、あ、こんなことがあったんだとか楽しめると思いますので、ぜひ一度ご覧になってから戻ってきてください。最後ご覧になった方分かると思うんですけど、今時のサスペンスとかにあるこう緩急つけたこの時間のこの撮り方とか、音楽での盛り上げ方、画角を揺らすようなこの撮影をこう脅威を盛り立てるような撮影技法は使ってないんですよ。淡々とした撮り方をしてます。本当に普通のドラマのように淡々と続いていく、このテンポの中に実は恐怖が潜んでいて、じわじわと怖くなってくるんですよ。これのどこがホラーなの、どこがサスペンスなのと思っていると、徐々に恐怖が忍び寄ってくる。あれ、この恐怖って身近で感じることができる怖さなのかもっていう、そうすることによってなんかゾワゾワしてくるんですよ。この作品モノクロで捉えている、もうポスター見ても白黒ですよね。モノクロ作品なんですけども、当時すでにカラー映像、カラーの映画って捉えてるんですね。で、最後の前に捉えたヒッチコック監督の北北戦進路を撮れ、この作品はカラー映像なんですよ。じゃあなぜ最後は白黒で撮ったのか。これはそのヒッチコック監督があえて恐怖を増幅させるための、でこう演出として白黒を選んだんじゃないのかなと思います。光と影の使い方、ヒッチコック監督すごく評価されるんですけど、この作品でも風景を映す時でもこの光の
この明暗だけでなんとなく不気味、なんとなく恐怖を感じるんですよ。これカラーだと表現できなかったと思うんですよ。当時の技術でカラーで撮っちゃうと、やはり、あ、いや、なんか合成してるなって分かったと思うんですけど、今回のサイコで使われているそういう CG 的なものって違和感を感じないんですよ。その CG の合成の違和感を抜く意味でも白黒にして、物語の恐怖に没頭させようっていう演出意図がヒッチコックにあったんじゃないかなと思いました。ヒッチコックがもう本当に映画をもう本当に効果的に観客を喜ばせる、まあ、この最後とか観客を怖がらせるためにすっごいアイデアとかもうずっと考えてたと思うんですけど、一番すごいのがこのホテルの、そう、ベッツモーテル、この舞台のベッツモーテルなんですけど、実際の建物より尺を小さく制作したそうです。なぜかというと、そこに人形を当てはめた時にこの尺の違和感でこう気持ち悪さというか恐怖感が増すという、それを意図的にこういう風にしてくれって言ったヒッチコックは天才だなと思います。コンピューターグラフィックを使わなくてもそういうアイデア一つでこう画面からもう恐怖が漂ってきて、もう襲いかかってくるというか、そういうもう本当に不気味な演出に成功してる、もうヒッチコックという方がどれだけ映画にこう命をかけてたのかと、もう伝わってくると思います。残念なところ、もう最後にとってさ、もう作品に罪はないです。作品は素晴らしい。ただもう時代がもう1960年の作品、それを今現代の僕たちが見て恐怖するかというと、もう恐怖は感じないんですよ。映画のこの撮影4週間かかったうちの1週間、これはヒロインがバスルームで殺害されるシーンに使われたと言われてるんですけど、それだけ時間をかけて工夫して凝った演出で殺害シーンを撮ったのに、僕らが見ても怖くないんですよ。恐怖を感じない。当時は話題になったかもしれないし、観客がキャーって叫んだかもしれないんですけど、もう刺激に慣れすぎた僕らはうーんって、あ、死んだなぐらいの感覚なんですよ。もう一人登場人物が殺害されるシーン、これも当時では画期的な撮影の手法が使われてたらしくて、もう見るとおおって思ったらしいんですけど、今の僕らがそれを見てしまうと、そのシーン、登場人物が殺害されるすごい緊張感のシーンなのに、どこかコミカルに見えるんですよ。なぜその撮り方をしたんだろうって、今なら絶対こういう撮り方しないよなって思ってしまう。だもう本当に最後で残念なところは、もう本当に作品のことではなくて、こう時代の時の流れのその影響を与えた影響というか、作品自体に罪はない。でももう新しい最初の技術に慣れてしまった僕たちからすると楽しめない部分があるというのはもう事実だったりします。このサイコという作品で最も大事な役を演じたこうアンソニー・パーキンスさん、ノーマン・ベイツというこのモーテルのオーナーを演じたんですけど、ものすごく良しばしてるんですよ。もう不気味さ満載というか、本当にこの人はノーマン・ベイツなんじゃないかと、本人のドキュメンタリーなんじゃないかと思うぐらい素晴らしい演技をしてます。もうサイコパスなノーマン・ベイツを見つけて、ヒッチコックがおいでおいでって言って、ここに立っててごらん、ここでこんなに喋ってごらんって言って、本当に本人連れてきたみたいなぐらいのリアルさがあるんですよ。で、さらにすごいなと思ったのはこの、アンソニー・パーキンスさん、サイコ以前はもうちょっと繊細でこうなんていうんですか、文学的な構成に演じることが多かったらしいんですけど、このサイコによってもみんなのインパクトが強すぎて、もう役が抜けない。それでもうちょっとサイコパスだったり、もうホラー系の映画にのみ呼ばれてしまう、ちょっと悲しい十字架を背負ってしまう、ノーマン・ベイツという役を当たり役だったために、もうそれ以降はもうホラー、サスペンス、もう最高をイメージさせるような役しか来ない。実際にもう最高がシリーズ化されて、最高4までかなあるんですけど、全てに登場して最高3は監督までも演じてしまう。これも役者としてはこれ冥利に尽きるのか、それともそれ以外によく演じられなくなってしまったもう悲しい十字架なのか、これはもう本人にしか分からないことだと思いますが、
このノーマン・ベイツを演じたアンソニー・パーキンスさんが名優だということは紛れもない事実です。私たちが今サイコを見て恐怖を感じるとか恐ろしくてもう本当に声を上げてしまうということはありえないんですけれども、ただこの作品がすごい作品なんだということは分かります。例えば今のようなコンピューターとか 4K カメラとかそういう素晴らしいドローンを飛ばすとかそういうことができない時代に、もう創意工夫だけアイデアだけ観客を楽しませよう、より感情を揺さぶろうっていうその思いだけであのクオリティを作り上げるというのはなかなかっていうかもう絶対できないと思うんですよ。僕がもしあの時代にタイムトラベルでポーンって行ってよし最後撮ってくれって言われたら無理です、絶対撮れません。そのぐらいあの作品にはアイデアとか技術とかヒッチコックならではの創意工夫、本当に奇跡がいっぱい詰まった作品っていうのは今映画を撮ってる人は感じると思います。先輩たちがもう本当に何もない時代からもう創意工夫して映画を作り出す、見る人を楽しませようっていうその技術や思いが今の映画界の基礎になっている。それをもう見習ってというか、僕たちも創意工夫する、技術だけにこだわらずにもっと面白くならないか、もっと感情を揺さぶれないかっていうのは考えていかないといけないことだし、それを本当に強く感じさせるサイコという映画は1960年もそうだし今の僕たちが見てもやはり名作なんじゃないかなと思います。